秋空に舞う大量の紙吹雪。先週末、豊田市で開催された衣祭り。すごい大きい掛け声とか、曲がる時のすごい迫力が感じられるなと思います。300年以上続く伝統の祭りに、今年初めて挑む男の子が。衣祭りの子供囃子に挑戦します。なかなか小学生にしては風流ですね。はい、まあ、お囃子のリズムの要となる鼓。慣れない楽譜に長時間の正座、大丈夫？町中が熱くなる年に一度の祭りに飛び込んだ男の子に、今月のある夜、豊田市にある稽古場に集まったおよそ30人の子供たち。活気がありますよね。衣祭りで地域の小学生が披露するお囃子の稽古です。今回応援するのが小学6年生の中村瑛斗くん。お囃子デビューする9人のうちの1人で、リズムの要、鼓を担当します。そもそも衣祭りってどんなお祭りですか？衣祭りは江戸時代からやっていて、出汁が8代出るんですけど、町を回って、その後に神社に集まってお披露目をしたり。毎年10月に五穀の豊作を祈願するために行われる衣祭り。町中が盛り上がる年に一度の祭りなんですが、ある問題も抱えていました。こういった衣祭りっていう伝統文化があるのに、よく知らない子どもたちもたくさんいるってことに気づいた。瑛斗君が通う道志山小学校が児童520人を対象に調査したところ、8割の子どもが衣祭りが好きと答えたにもかかわらず、実際に参加したことがある子どもは3割以下、好きだけど参加したことがない子どもが多かったんです。なんで見るばっかりだったのか、最初とかもしかして参加したいと思わないのかな。したくなったら入る。なんで今年は違ったんだろう。習い事とか。瑛斗くんも去年までは見るだけで参加したことがない側でしたが、真剣な眼差しじゃない。去年のお祭りで見学してる様子ですね。この佇まいが興味あるんだなと思って。かっこいいのもあるし、いつも学校で見てるその友達とは少し違いもあったから、すごいなと思いながら見てました。動きもあるし、声もあるし、演奏の仕方もコツがいるので、みんなと一緒にやれてるっていうのを、まあ、見せたいです。かっこよかった友達みたいにお囃子を頑張りたい瑛斗くんに、フレーフレー。初めてこういう習い事というか、どっかに通って、練習して帰ってくるっていう、もうぜひ頑張ってほしいなと思いました。子ども囃子の稽古はお祭りの2ヶ月前から始まり、今月は週6回とみっちり特訓。稽古場となる地域の方の家はこの期間、子どもたちでにぎわいます。60年ぐらいはお祭りずっと見てるんで、もうお囃子大好きで、本当に子どもたちの笑顔であり楽しみにされてる方がたくさんいますので、伝統の継承を続けていきたいと思います。披露するのは全部で6曲。習い事自体初めてだという瑛斗くんは、休憩中も一人楽譜とにらめっこです。もう覚えてる、頭に楽譜覚えてる、覚えてる。え、どう覚えてる？いや、あんまり覚えてはないけど、前に、先輩のやつ見てたらいけるかなっていう。いけるかな。本番はもちろん楽譜はありません。ちゃんと覚えられるかな。さらに瑛斗くん、練習後半にはなんだか落ち着かない様子も。正座がちょっと大変だなっていうのはあります。そっか、お囃子ってずっと正座？はい、結構
まあ、毎日の練習だいたい1時間。結構帰った後疲れてすぐ寝れたりします。この日の練習で瑛斗くんは友達にある悩みを打ち明けていました。もうちょっと張りのある音出ればなと思う。悩んでいるのは鼓の音。あ、なんかポン、ちょっと下がっていくようなちょっと感じで。ちなみに鼓初体験の持ち木アナは全然ダメだ、響かないです。私がやってもここでお囃子歴3年の岡田くんからアドバイスが。親指のここ、うん、関節のここのあたりをここのクロックスにしながら人差し指で当てる、人差し指当てる感じです。すごく良かったよ、瑛斗くん。さすが、友達のアドバイスは効果てきめんです。これまで友達と学校以外で何かやるっていうのがあんまなかったから、まあ、一緒に頑張れるっていうのがすごい楽しくて、うん、この調子で本番でもできるかな。お祭り前日、瑛斗くんが通う堂子山小学校で衣祭りのプチ体験会が行われました。祭りに参加しない子にも興味を持ってもらい、祭り離れを食い止めようとする授業の一環です。6年生110人が出汁を引くお手伝い。高さおよそ6メートル、重さおよそ5トンの大きな出汁を引き回します。これみんなかなりね力がいるようで、ちょっとよろけながら綱を引いている子もいますよ。頑張れ。この日は瑛斗くんとは別の町が子供林を披露。町ごとに曲の捉え方などが違い、同じ曲でもテンポや曲調が変わるんだそう。昔から伝統のあるお祭りなのでずっと続いてほしいなと思っています。そのうちの一人ですよね。周りの子に伝えてって広まってったらいいな。明日はいよいよ本番。瑛斗くん、準備はいいかな。まあ、これまで、夏休みを含めてすごいいっぱい練習してきたんで、うん、本番は絶対にしっかりやりたいです。じゃあみんな明日は瑛斗くんの応援に行ってくれるかな。はい、頑張ろうね。はい。直旅に発揮と気合十分。昨日は緊張してたけど、まあそれより楽しみなところが上回ってて、友達とも合流しリラックスした様子。朝8時、出汁の引き回しがスタートしました。走るよ。号令とともに瑛斗くんも綱を引きます。この日は3つの町の出汁が集結、多くの人が見に来る中、注目はド派手な紙吹雪。一体なぜ？なんで紙吹雪を巻くんですか？紙吹雪？昔は塩を巻いていっていう、それがまあだんだん変わってきて、あの紙吹雪にしたり、ド派手になる。お清めとして巻いていた塩が時代を経て紙吹雪になったんだそう。現在は出汁ごとにカラーも違い、さらに華やかに。休憩中、瑛斗くんが呼ばれたということでついていくと、どこで脱ぐの？瑛斗くん、はい、引き回しの途中ですが、なんと出汁の中でお囃子をする役に抜擢されたのです。さあ出汁が出発、演奏が始まりました。演奏中、坂道やカーブで出汁が大きく揺れることもありましたが、無事に役目を終えることができました。
聞き回しが終わり、改めて子供林のお披露目。楽譜を暗記し、周りの音を聞きながら堂々と演奏。たくさんの人たちに聞いてもらうことができました。参加した人たちにどうでした？僕よりも小さい子と仲良くなることもできたし、それはまあ良かったなと思います。友達のお囃子姿に感動し、飛び込んだ祭りの世界。見る側から一歩踏み込んで、どうだった？また来年参加したいと。まあ、できるだけやりたいなと思って。伝統ある祭りだから。いや、普通に楽しいから。